に入ってスタートしました。まずは1コーナーを目指して先行争いです。まだ横一線、何が出ていくか。じわりと7番ゴッドファーザー先頭に立ちます。うち並んでいる4番ヒットザシーン、最内は3番マイネルニコラス、この3頭が出てきました。10番ハイエスティーム4番手、12番ケンアンビシャス、並んで6番サクセストレーク、11番よりまる、あとは2番のネオストーリーが続いて、9番フレーバードは中段馬群の後ろを追走して14頭が1コーナーをカーブしました。主導権は3番マイネルニコラスが取りました。リードを2馬身半と取って1、2コーナー中間。7番ゴッドファーザーは2番手、2番手に12番ケンアンビシャスが並んで、ケンアンビシャスが先頭を奪う勢いで2コーナーから向こう正面に入っていきます。うちの3番マイネルニコラスも突っ跳ねます。4番手は3、4馬身空きました。4番ヒットザシーン、10番のハイエスティームが5番手追走、向こう正面に入って、中段は6番サクセストレーク、外11番よりまる、2番ネオストーリー、5番グランドライン、その外9番のフレーバード、残り 1000m 切りました。フレーバードは中段やや後ろ、先頭までは10馬身近く、あと後ろ4頭は1番鈴の稲妻、14番ビバン、13番リリーブライト後方2頭目、並んでいる8番のフィデリオグリーンです。800を切ってココリバ君が凝縮してきて3コーナーのカーブに入ります。3番マイネルニコラス依然先頭、リードは首ほど。7番ゴッドファーザー2番手、3番手が12番ケンアンビシャスで600を切ってこれから4コーナー。10番ハイエスティームが押しながら4番手、うちの5番手が4番ヒットザシーンです。その後サクセストレーク、より丸、依然として9番フレーバードは中段馬群の後ろ、馬群の中から外へと持ち出すか。4コーナーカーブ1段で回って直線コースに向きました。ゴッドファーザー先頭、やや内を開けて先頭です。2番手これをめぐって外からサクセストレーク、より丸、ハイエスティーム、馬群の間から200を切ってフレーバード伸びてくる、横に広がった、内からグランドラインも追ってくる。さあ今度はフレーバードが先頭に変わった、サクセストレーク、内から5番のグランドライン、外から追いすがるより丸、多分先頭9番フレーバード降臨。2着争い接戦、6番サクセストレーク、10番ハイエスティーム、内は5番のグランドライン、1番外は11番のより丸。